細野原発担当大臣は4日に福井県を訪問し、西川知事に大飯原発再稼働をめぐる政府の取り組み状況を直接説明します。細野大臣は斉藤官房副長官らとともに4日夕方西川知事と会談します。大飯原発再稼働にあたっての特別な監視体制や原子力規制庁発足後の安全基準の見直しについて考えを示すほか、電力消費地関西の各自治体への説得状況について説明するとみられます。先日の4大臣会合で野田総理が原発の必要性について発言しましたが、西川知事は国民向けのメッセージには当たらないという考えを示していて、改めて政府の考えを正すとみられます。